あれ？君たち何か用？服をオーダーメイドしたいの？だったらいつでも歓迎するわよ。君たちのおかげで永遠も予定通り上映できた。うちのブランドも大勢の人に見てもらえる。またまた謙遜しちゃって、グザビエを助けたし、シュブルーズだって助けた。キララも前にお世話になったって言ってたし、みんな私の友達なのよ。二人がしたことは君たちが思ってるよりはるかに多いの。私は一階のファッションデザイナーで、怪しい副業なんかしてないから。ただ商売の関係で友人がどんどん増えて、厄介事も多くなってね。助けられたり助けたり。今日お世話になれば明日はこっちがお世話する。それが商売ってものでしょ。フリーな賞を取ってグザビエはそれはもう大喜びしてるわ。次は本当に噴水で発見されることになりかねないかもね。うちで服をオーダーする人もどんどん増えて、店は猫の手も借りたいほどよ。これで夢にまた一歩近づけたのかな。とにかくチオリアは君たちならいつでも大歓迎よ。もうすぐフォンテーヌのファッションウィークだから、そっちの応援もよろしくね。